ズっていうか立ち絵みたいなのができたんですよ。あれは動くボブになって出てくる。これめっちゃ可愛いよね。なので基本生配信用の動くボブが追加されます。まあね、けど作成時間が結構かかるんで、多分 1,2 ヶ月って考えても 1,2 ヶ月って思ってくれたらいいかな。まあなので早くて、まあ6月の頭とかで、まあ気長に待っといてくれたらなって感じですね。まあ1ヶ月から2ヶ月はかかると思うので。あ、これ色とかかなり褒めてくださってる方多いんですけど、これ本当にラフ画なんで、ここからちゃんと色とかをしっかり塗ってむちゃくちゃクオリティいいものになるって感じですね。まあなのでこれとりあえずのイラストって感じ。ここからちゃんとした用紙にしっかり描いて動くようにするので、ここからめっちゃ良くなりますね。はい、っていう感じですね。めっちゃ可愛い、鬼可愛いいや V とかは出るわけじゃない、単純に配信画面の時寂しいなって思って、動くキャラクターいた方が可愛いかなと思って動くキャラクターを追加しました。